暮らしに妥協しない。こんにちは、堀内健雄です。理想のマイホームに出会えるというから、メルディアのルームツアーに参加しに来た。どんなオリジナリティあふれる住宅に出会えるのか楽しみだ。ここは名古屋市名東区亀の井。閑静な住宅が広がる新興住宅エリアのようだ。近くには公園があり、河川敷には桜並木が続いていて、四季を感じる優しい景観に囲まれている。なんとも春になるのが待ち遠しい。そんな素晴らしい立地にあるのが今回の住宅。ヨーロッパのカフェスタイルのような黒い外観に目を奪われてしまった。すごいのは贅沢感のある上品な見た目だけではない。両側のカーポートに通り抜けできる長い回廊状のアプローチテラス。雨の日も安心して家の中へ。アプローチテラスに椅子を置いて桜や紅葉を楽しむこともできる。細かいところまで心遣いが嬉しいよね。シックな玄関扉は両開きにもなるので、荷物の出し入れなど使い勝手も抜群。中に入るとこれもまた便利な土間続きの収納スペース。高さを変えて収納できる可動棚も便利だよね。玄関からこれだけ驚きが続くと参っちゃうな。階段を上がると、そこはそのままリビングになっている作りだ。これは家族のコミュニケーションが自然に生まれる温かい空間だな。ただいま、おかえりという声が今にも聞こえてきそうだ。リビングは角地にあるから、窓も多く開放感も抜群だし、ライトには調光調色も可能なダウンライトを採用している。キッチンはセミフラットな対面型。これなら夫婦家族で一緒に料理もできるね。この家は匂いを気にせず鍋や焼肉もできるらしい。その秘密はリビングにある黒い壁材、エコカラット。なんと匂いや湿気を吸収するんだって。素敵なこと続きだけど、収納が少ないなぁと思ったあなた、実はキッチンの裏には奥行きがある。およそ2畳のパントリーが。これならたくさんの食材を買いだめしても平気だね。おかげでリビングはすっきりだ。魅力はまだまだ続くらしい。さらにリビングイン階段を上がると3階にはおよそ7畳という広いバルコニーがあるじゃないか。公園や桜並木ももちろん望め、眺望は抜群。洗濯物を干すにも最適だし、家族や友達とベランピングも楽しめちゃうの。雨の日だって快適さ。手前のユーティリティスペースには取り外しも簡単、収納可能な物干し金物も完備。とことん住む人のことを考えてくれているんだね。せっかくなのでもう一軒見てみよう。統一された外観ながら、また一味違う雰囲気でワクワクするね。エントランス階段を上がると玄関前にはゆとりあるスペースがあって、なんと
居住空間とフラットでつながっている。かっこよさだけではなく、日常生活の中の使いやすさが考えられているんだね。広々とした玄関には大きな姿見、毎日の身だしなみのチェックは俺には欠かせない。これなら気持ちよく出かけることができそうだ。続いては2階へ上がってみよう。こちらはリビングが扉で仕切られているぞ。生活音が気にならず、プライバシーも守られるし、冷暖房効率も高くなるんだそうだ。窓も多く、開放感も抜群なリビングダイニング。キッチン周りには横幅の広いパントリーも。収納のことも考えてくれている設計が嬉しいね。おや、また1階の玄関へ戻ってきたね。もう終わりかと思ったあなた、なんと玄関前には男のロマン、隠れ家的な離れスペースがあるんだ。カウンターもあって、趣味の DIY や自転車などのお手入れにも最適。壁には木毛セメント板を採用しているから、フックなどを打ち付けて収納棚を取り付けるのもよし、楽しみの可能性は無限大さ。どうだった？今回は名古屋市名東区亀の井にある物件だったけれど、今の分譲住宅って本当進化しているんだね。こちらの動画がいいと思ったあなた、チャンネル登録、高評価ボタンを忘れずに。それではまたお会いしましょう。堀内健雄でした。